瞬間見えのコーナーです今日は渡内郡大輝町の話題ですスタジオには先月28日に行われた町長選挙で当選し新しく大輝町長に就任した服部芳人町長にお越しいただきました改めて服部町長ご就任おめでとうございますあ,ありがとうございますまたよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします、はい さて、えー、今回の選挙は任期満了に伴うものでともに無所属新人同士の一騎打ちの選挙戦となりました80%を超える投票率で得票率60%を超える結果での当選ということになりました改めて服部町長今回の選挙戦を振り返ってどのように受け止めていらっしゃいますか。はい、あそうですね、えー、まずは、えー、町民のの皆様のこう温かいご支援に 感謝申しし上げたたいいいとと思まます本当にどううもありがとうござ1年ほど前からですねこの行政についてあのこういうふうにできたらいいなとかまたここをですね変えていったらいいなという思いがだんだん強くなり、うん、出馬を決意いたしました、はい、まあこのコロナ禍の中で、まあ、集会もできずにですね、まあ、自分の思いをなかなかこう伝えることができませんでした。あまあそういった中は、まあ 支持者の方々の力強いこう協力やまだあの地道なですね。まあ、活動がまあこういった結果につながったかなと思います。周りの支援とそして地道な活動でこの難しい選挙を戦い抜いたということになります。すね、服部義人、新町長ということになります。はい、では、ここで服部町長の経歴などをご紹介します。 年齢は62歳でいらっしゃいます生まれは旧大内山村現在の大気町大内山になります行政職員としては大気町が町村合併する前の旧大内山村役場での勤務が始まりということになります教育分野に長く関わってこられたということなんですってねそうですねあの合併してから4年間学校教育課長をいらっしゃいまして、はい、それから5年間 あの教育長させてもらいました。うん、あと、あとの六年間は、ですね、まあ、副長長ということでさせてもらっておりましたなるほど。はい、ですから、これ、えー、大気庁のその調整、行政のその状況ということを分かった上で、えー、今回、この町長に就任されたということになります。はい、初登庁から一週間がたって、これから調整運営が本格的に始まるということになるんですけれども。うん やはり服部町長、まずは新型コロナ対策、ここからちょっと伺っていきたいんですけれども。そうですね。まあ、あの、今年になってですね。まあ、あの、両親がコロナに感染いたしまして。はい。まあ、自分自身や、まあ、家族もですね。まあ、その影響を強く、感じましたので。うん、まあ、その体験を生かしてですね。まあ、今後の対策をやっていきたいというのを思っております。はい。まずは、あの、ワクチンの、おお、ですが。うん、まあ、スムーズにですね。 より早く、まあ、効率的に行っていくようにです、ね、対応していきたいなというふうに今まではいろろなです、ね、あの感染防止対策をいろいろやってきておりますが、まあ、今回 PCR 検査のです、ね、費用負担とか、はい、あのパルスオキシメーターの購入とかまたその感染した方々の見守りなど、まあ、感染した方に対してのそういった対応にもです、ね、取り組んでいきたいなと。 いうふうに思っておりますですから町長ご自身の身近なところに感染した人がいて、はい、そこから何が必要なのかということを改めて感じられたとそうです、ね、いうことになるんですね、はいはい、そして、えー、新型コロナ対策以外にも、まあ、これから地域のさまざまな課題に取り組んでいくということになるわけですけれども改めてあのどんな部分をこう大事に考えてそして、調整運営を進めていこうと考えてていらっっしゃってますすかそうですね私の政策の中にもあの言ったんですけれども。 まあ、町民総意のまつり作りということであの地域の方々、また各種団体の方々とです、ねまあ、意見をいろいろこう拝聴いたしまして、はい、あのその意見をこの調整に反映していければなというふうにあの職員時代から現場にかなり出向くという機会が多かったそうですね。すねはいまあ、地元のまあ、祭りとか またあのスポーツ少年団の方々のまあ試合とか、はい、まあそういった行事とかあのイベントにはあの私もそういう場に出るのが好きなのであの大変活動的な長々でいらっしゃると思うんですけれども、はい、当選直後の喜びの声にノーサイドとかいよいよキックオフなんだっていうお話も。 されていたかと思うんですけれども、はいはい、それ聞かれた皆さんもあと思ったと思うんですが、はい、ラガーマンでいらっしゃるんですね。そうですね。まあ高校の時とですね、ええ、まああの三十歳ぐらいまではですね、はい、まあ地元の、えー、クラブチームに入って少しラグビーのさせてもらってました。え、ポジションは？ えーまあ、フォワードの方ですね、まあ、フッカーという位置でやってらせてらいました <laughs> ということは、かなり体を張ってと <laughs> <laughs> いうところもね、はいえー、あるかとは思うんですけれども、<coughs> 改めて、えー、ワンチームというような、その時言葉もあったかと思うんですけれども、はいこう、ラグビーでの経験とか、あるいはそのラグビーでの精神が、何かこう挑戦運営に生かされていったりするところ、あるんででしょうかそうかそすねもちろん <coughs> ありますけどね、自分で言うのもなんんですけれども、まあ、忍耐力。 あると思いますし、うんはい、まあ当選の時にもですねあの挨拶で言わさせてもらったんですけれどもやっぱり選挙は終われ,終わればまあノーサイドといった,そう,たそういう選手でですね、はい行きたいなというふうに思っておりますああ、そしてもうキックオフ <coughs> みんなでということになるわけですよねそうですねはい。ワンチームについてはいかがですか、うん、ワンチームやっぱりみんなと職員みんなで一致協力してという思いで<ー>やっていきたいなというふうに思っておりますということですねはい さあそんな服部町長は今回の町長選挙への立候補にあたって大きなテーマを発表していました改めて教えていただけますか、えー、まずメインテーマといいますか、えー、町民の笑顔を絶やさないまちづくりというテーマでやらさせていただきました、はい、まあこの笑顔でいられるということはです、ねまあ、安心してまあ楽,楽しく暮らせるということで。 まあ命を守ることとか町の発展、そういうことをですねこの笑顔ということがすべてを物語っているというふうに思っております町民の笑顔を絶やさないまちづくりということでお知らせの後は町長が掲げる政策方針についてお話を伺ってまいります。 さて瞬間見え本日は大気町の話題です今回は先月行われました任期満了に伴う町長選挙で当選した大樹町の新しい町長服部義人町長にお越しいただいてこれからの町政運営についてお話を伺っています。 さて、えー、ここからは服部町長の政策方針について伺っていこうと思うんですけれども大きなテーマが町民の笑顔を絶やさないまちづくりということでしたこのテーマに沿っていくつか政策方針を掲げているわけですが今日はその中から3つの政策方針について伺ってまいりますこちらです。 えー、今日は町長が掲げる政策方針の中からこの3つについてどんな取り組みを考えていらっしゃるのか伺ってまいりますまずは一番上です産業生活環境などの高齢化社会対策とインフラ整備の促進ということになるわけですけれどもこれはどんな取り組みを進めていくんですかそうですねこの第一次、えー、産業であります、えー、農林水産業なんですけれども あの今このの人口の減少またあの高齢化による高齢,高齢あの後継者不足があの懸念されていますのでまあその対策またあの農業関係では硫水路また林業関係では林道また魚市場などのこういった老朽化した施設のですねえ監修を行いましてこう地元産業の活性化を 進めてていいいきたななとううふうに思っておりますなるほどですから今おっしゃったみたいな後継者の部分の支援そしてハード的な部分、ね、両方とも進めていこうということになってくるわけですね。それと農業といえばやはり獣害対策も重要になってくるかと思うんですけれどもそ、ね、このあについてはいてかかがです獣害対策といたしましてはおりの,織の施設置とか、えー、そういった 防護対策をしておりますがやっぱりその獣の捕獲という意味でもですね、はいえー、その侵入量を遮断する対策またの獣害駆除のためにですねこの猟友会の育成強化の支援ということを行っていきたいなというふうにそして生活環境面のインフラ整備も挙げていらっしゃるわけですけれどもこちらはどういったことになるんでしょうか。 そうですね、体育町、私もあの町内いろいろと回ってまいりましたけれども、空き家がやっぱりたくさんあります、そういったあの空き家につきましてはです、ね、こう町の、えー、空き家バンクに、えー、登録していない家屋、うん、まあ特に東海の危険性のあるあの家屋につきましては、その取り壊しの費用に支援をいたしまして、はい、まあ計画的なあの取り壊しをしていきたいなというふうに思っております。なるほど。はい 続いては地域イベントの継承強化および支援の拡充ということなんですけれどもまず地域イベントの継承強化からいきたいんですがこれはどういったことになるんでしょうかそうですね、これはこの大気町こう町の,です、ね、あの活性化にはどうしてもこうあの必要なものだと思います。はい、まあこのの人人口の減少特にあの若い人ですね の現象が一著しい中、その地域の方々とですね。一緒になって、えー、継承していく手立てをですね。考えていきたいなという風に思っております。なるほど、はい、それこそ大気町には伝統芸能や地域イベントをまあ、たくさんあると思うんですけれども、改めてあの大気町のこういうイベント、こういう行事が素晴らしいというのがあれば、いくつかご紹介いただけますか？そうですね。あのまあ、伝統芸能としてはいたしましては。はえー、ノウハウの神楽。 また、はい、あの柏崎の,あの天皇祭とか、うんまあ、大内山の、まあ、越冬餌とか、はい、そういったあの地域芸能がありますし、はいまあ、地域イベントにすればです、ね、毎年恒例の大気ふれあい祭りとか錦<ぁ>の,のぶり祭りまた滝原区の大祭等々が楽し、はい ありますね。賑わいますよね。はい、県外からもね、えー、観光客の方がね。集まったりするというのも非常に印象的でした。けれども、はい、改めてやはりこうした行事やこう。イベントを守っていく。はい、少々この辺りは大事になってくるんですか？そうですね。まあ、それぞれのですね、えー、地域の特色を持ったこう。イベントや。 まあ、あの伝統芸能がありますが、はい、まあ、それをですね、本当に楽しみに、あの、している方々がですね、あの、たくさんいらっしゃいます。はい。まあ、先ほども言ったように、まあ、これは本当に地域のね、あの活性化になります。うん、まあ、こういったコロナの状況の中、まあ、開催が危ぶ,危ぶまれている、まあ、行事もたくさんありますので、でね、まあ、就職した後にですね、どうやっていくか、考えていかなければならないというふうに思っています。そうですか。はい。そして、この方針に含まれる取り組みに。 竹原地区にある伊勢神宮の別宮竹原宮周辺の環境整備もあるということになるんですけれども、この点についてはどうお考えですか。竹原宮はですね、伊勢神宮の別宮としてこう知られておりまして、はい、あの参拝客もたくさんおられます。はい、まあ隣接するその引き付遺産も含めまして、こう魅力ある観光施設として整備していきたいなというふうに。 思っております。はい、またあの長男にはですね。まあ、いろいろなこう観光施設があります。まあ、単独のこう施設としてはですね。まあ、赤字の施設もこうあるんですけれども、まあ、町全体のですね。活性化の中の一つの施設として考えて、はい、まあ関係者の方々の声を聞いてま、今度この活用方法をですね。考えていきます。 それこそ先ほど町長からまあコロナ対策の話もあったわけですけれどもこの滝原の宮周辺を生かしていくっていうのは大気町にとっては本当に大きなことになってくるんですかそうですねあのこれから重要,重要な課題の一つだと考えておりますさあそして最後3つ目に行きたいと思います3つ目は子供からお年寄りまで安心して暮らせる街づくりと いうことになりますこれは子育て対策社会福祉対策ということになるわけですけれども町長、えー、具体的にどう進めていくんででしょうかそうかそすねこの子育て対策につきましては、ま、エンゼル手当というものがありまして、はい、ま出生時にそのお祝い金をあの支給したりまたあのその、誕生月に、えー、支給するといったこととか、ま、学校給食の補助 まあ、そういった、いろいろな補助がありますので、えー、そういった、しで、あの支援はですね。今後も継続しつつ、まあ、新たに、新たに。子供を見守りたい。という、まあ、組織も構築して。やっていきたいなというふうに思っております。うん、その子供を見守りたいというのは。これはどういう組織なんですか。これはですね、あの、まあ。学校はもとより。あの、保護者の方、まあ、警察。まあ、医療機関。まあ、その他。 地元のです、ね、伊勢農協さんやまあ郵便局さんと、まあ、行政がですね連携を密にしまして、まあ、虐待防止またその早期発見そして交通安全またあの防犯のですね犯罪の抑制などこう子どもの健全育成に取り組むそういった組織を構築するものでありまして、まあ、マニュアルをもとにして、はい、あのスムーズにですねあの活動ができるそういう体制をと整えたいと。 いうのが目的です。行政だけではなくて、周りの機関や周りの人間も巻き込んで、子どもを守っていこうという取り組みになってくるわけですね。はい、はい、そうですね。はい。そして、あの子育て対策としては、町の教育長も務めた経験もある服部町長ということになります。えー、教育環境の整備にも、これからどんどん力を入れていきたいというお考えなんですよね。そうですね。あの町内の6校、それぞれの小中学校にですね、もうすでにこう、タブレットが。 導入されておりまして、はい、まあ児童生徒の皆さんがですね、まあそのタブレットを使う状況になっております。うん、このタブレットを利用しながらですね、この I.T. を活用し、まあ、この子供たちの学力向上を図りたいというふうに考えております。まあ将来的にはですね、はい、こうオンライン授業ができるように。 なればいいなと、思っております。え、改めて、町内すべての小学校ですか。そうですね。はい、はい、はい<ー>。ということなんですね。あの、社会福祉対策としては。どんな取り組みを、このほか考えていらっしゃいますか。そうですね。あの。この。選挙の時にも言ったんですけれども。まあ、高齢者の方々、また、あの、工場者の方が利用します。はい。あの、シバス、まあ、コミュニティバスなんですけれども。うん、これにつきましては。 えー、休日運行も含めてです、ね、その運行日、また運行数といろいろ内容をです、ね、精査いたしまして、まあ、利用する方、より良い利用のできる体制を作りたいなというふうに今ご覧いただいているのがその実際に運行している C バスとそうです、ね、いうことになるわけですね、はいはい、高齢者の皆さんの,その交通に利用していただくということになってきます。はい このほかかか。はいがでですすそうねあの。やっぱり高齢者対策といたしましてそのお年寄りのこう見,守り見守り状況ですか使いやすいまあ通信機器、まあ、タブレット等をです、ねえー、利用いたしまして、はい、安否確認やらまた日用品、まあ、食料品の,あの購入等ですね、はい、えそういったことをですね、まあ、役場を中心として、うん、まあ地元の商工会、まあ、農協社会福祉協議会が 連携してですね。はい、そういった手厚く、まあ効率の良い、そういった見守り体制を作りたいなというふうに思っております。え、あの具体的に言うと、それはタブレットを使って、何かこう操作をして。見守っていくような感じになるんですか。そうですね。なかなかこう難しい、あの取り組みなんですけれども。うん、まあ将来的にはですね。まあタブレットに簡単な操作で、合しまして。ええ、まあ役場で、まあ集中管理できて。 まあ、あのいち早くそういった安否確認等々できる体制をしたいなというふうに思っております例えばですから高齢者の方が困っていることがあってそれをアプリを使ってポチッと押すとそれを行政の皆さんや他の皆さんがこう察知してという形になるというそそうううですねそういうふうになればいいな,いいなということになっていますね。 えー、さて、ここまでえー、服部町長が掲げる政策方針の中からいくつかご紹介してもらいました。けれども、これから本格的な朝鮮運営に臨んでいくということになる。服部町長に座右の銘があるということですので、ここでご紹介いただきたいと思います。<laughs> では、座右の銘、はい、お願いします。ちょっと下手な字なんですけれども、もありません。はい、あの覆らず、あの起伏ずとあのー、いうことでして。はい、まあ、これはですね。まああのー。 役場に奉、えー、職してからですね。やっぱり私住民のこう立つ立場に立ってという思いと、うん、まあ強い、えー、信念を持ってやっていくということをまあ心がけるということでこの言葉を選びました。ええ、えこの言葉はいつからお持ちなんですか？座右の銘としては、えー、まあ。 役場に、まあ、うん、入った時から、まあ、特に、ね、あの、この合併してから。うん、そういった特別職に、なってからは、この、こういうことに心がけるように、まあ、しております。<ー>はい、ですから、この信念のもと、えー、これからは長長として。大気町を引っ張っていくと、いうことになります。すねはい、服部義人長長です。それでは、最後に、これからの抱負を <laughs> 伺いますでしょうか。そうですね。まあ、あの、いろいろな、施、え、設、ー、方針を言わせてもらいましたが。 まあその達成のためにですねまあ職員と一緒にいろいろなアイデアを出しまあ工夫しながらチャレンジえしていきたいと思います。うん、まあそのためにはですねまあ国や県、ああ各市町まあそしてまあ町民の皆さんとの,この連携、協力なしではやっていきませんのでどうかこれからもよろしくお願いしたいと思います、はい、そしてテーマが町民の笑顔を絶やさないまちづくりということになります。 瞬間見え、今回は大気町の新しい町長、服部義人町長にお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。次回の瞬間見えは、明日二十三日火曜日、寿司の話題をお伝えします。以上、瞬間見えでした。